一筆目に何を込めたの？一筆目に地球な感じ。地球な感じ。地球な感じ。サイリ君としては企業側としても留学生とか欲しがってるのに、留学生たちが日本で就職できてますっていうのはどこまでも誰も得してないので、やっぱなんか日本って欲してきたなと思って、そうだから日本人も外国に行かないといけないと思うし、外国人をもっと綺麗でないといけないなと。クレメンティは、こっち行ったりこっち行ったりって言ったりして、昨日に至ってはバーッと入ってきて、よしゃん、なんとなくだって言って30秒じゃん、パソコンの電源忘れたって言って、早く、あれがないと僕生きていきません。